はい、こんにちは、僕です。デビルチルドレン続きをやっていきましょう。前回の続きなんですが、いきなり別の国に来てしまったんですよね。アイスランド。ここはエンカウントしないのか。意外とペペ島助けて。なんだなんだなんだ、誰だ。ガルム。俺は賞金稼ぎのハンターガルム。牢屋から逃げた奴らは高く売れるからな。へえ。俺の飯の種になってもらうぜ。ちょっと待てガルム。あれ、お前はクール？封印されているはずのお前がなんでここにいるんだ。ガルム久しぶりだな。相変わらずアコギなことをしているみたいじゃないか。うるせえ、ちょうどいいや。一緒に片付けてやるぜ。友達じゃないの？という付き合いなんよ。強そうなガルムが現れた。あれ、なんでヘアリージャックがそこに配置されてるんだ。誰を戦いに出すかって事前に選べる感じなのか。あれ、4人ともいるな。わからんけど、とりあえず戦っていきますか。回復してないんだな、お前 MP。 あれ、攻撃魔法がない。毒引っかきで。おら、いて。戦闘に出せれるのは、戦闘に出せるのは二人だけなのか。毒引っかき HP 消耗しましたね。ちょっと他の仲間と交代できませんか。戦闘中に交代することってできないのかな。アギンをして、コール、デビライザー。あ、変えられる。あ、待って。あ、やられちゃった。ダメだった。ヘアリージャックが負けるなんて。サンドドラゴン全力でいけ。どうよ。もうちょいで倒せるぞ。必殺技はないのか。アギで。くらえ、アギ。倒せました。尊い犠牲はありましたけど。レベルアップ。ペペ島のレベルが上がるんですね。くっそー。今回は見逃してやる。覚えていろよ。息の根は止めなかったんだね。強いわね、ペペ島。もう少し行くと外に出れば、その先の洞窟の中から私の隠れ家に通じる道があるからね。じゃあ私先に行ってるわね。なんで一緒に行かないんだろう。追いかけて行きましょうか。あ、ほら、エンカウントするじゃん、やっぱり。強そうな謎のデビルが現れた。弱そうな、どっちが強そうでどっちが弱そうなんだ。なんか可愛いな、全体的に。倒していきますか、適当に。この後でいいや。攻撃で。簡単に倒せますね。一撃じゃん。レベル上げた方がいいのかな？つってもレベル上がるのペペ島だからな。ケルベロスたちがレベル上がるわけじゃないんだよね。フロストが出てきたよ。相手は油断している。ちょっと交渉してみようか。何交渉？どのデビル？こっち。あんまり期待しないでね。交渉中。勝手に交渉してくれるんだ。もう付き合ってられないよ。僕帰る。ダメじゃん。あれ、もう交渉できなくなっちゃった。一回しかできないのかな。この羊みたいなやつはなんていうデビルなんだろう。何回かエンカウントしてみたいな。せっかくだから。また出てきたよ。弱そうなプチフラスト。数え羊って言うんだ。油断してる。もう数え羊は、軽く型をつけてやるさ。どうよ、どうなの？お前元気ない？クールの体力が回復した？仲間になってくれるわけじゃないんだ、必ず。回復してくれましたけど。あ、右のやつはノームだったんだ、これ。なるほどね。マグナ？本作はマグナ系の魔法があるんだ。珍しいね、マグナって。ペルソナ、女神異聞録ペルソナ、じゃないな、ペルソナ1と2か。あの2作品ぐらいでしか見たことないですよね、マグナ系って。レベルが4になりましたね。ペペ島のレベルが上がったところで、戦いが楽になるわけじゃないんだよね。あれか、強い悪魔を作れるようになるってことかな。カウンターの上のパソコンにアクセスするとビネセンターにつながるよ。試してみたらどうだい？ポケモンセンターみたい。
ピネセンターって何なんだろう。アクセス中。うん。アクセス完了。あ、いらない悪魔を送ることができるってこと。あれ、筆法エリートってなんだ、そういえば。筆法エリートって何ですかね。セレクトで検索ができる。あ、なるほど。ディスクってなんだ。仲間を保存用ディスクに移動します。仲間を移動するたびにデータをセーブします。いや、待って。あ、何なんだ。本当にポケモンみたいですね。筆法って強いのか。レベル11なんだ。高いね。違う違う違う。それ右上アタックね。レベルは8なんだ。だから、ペペ島よりもレベル高いんだね。それでも仲間になってくれたんだ。なんでなんだろう。仲間になってくれたんですよね、前回。急に。いざという時のために、アイテムは持ってた方がいい方。うん。ここは何なの？あ、買い物できるの？いざという時のために、HP を少し回復、大きく回復。エンカウント率が上がるのと下がるの。凍える大地、アイスランドマップだって、これは買っといた方がいいんじゃない？お店で買うの？こういうのって。うん。安いからいいか。売り切れになっちゃった。魔石のかけら。うん、いらない、そんなに。3個ぐらい買っとこうか、じゃあ。ちょっと待って、買うにしてほしい。デフォルトで EA になってるんだよね。そんなところでいいんじゃないか。いい方法。戦いを続けて、ペペ島のレベルが上がると、敵に与えるダメージが上がっていくんだほう。そうなの？仲間も強くなるんだ。お泊りに、あ、待って待って、その前に、蘇生してあげた方がいいよね。もうヘアリージャック、高いな。だからさ、インエじゃないんだよ。ハイにしてほしいんだ。うん、毎度ありがとうございます。ついでに休んでいきましょうか。これで仲間、あれ？もう休んでない？うん。基本 EA おっしゃーな。毎度ありがとうございます。これでみんな回復したでしょ。何もない。あ、マグネタイト。マグネタイトって何に使うんだろうな。あれ、ダイアナがいませんね、さっきの。あれは何フロストって言うんだろう。特別な弱ロストですよね、多分。ちょっと待って、ヘアリージャックじゃなくていいんだけど。ピネコン、並び替えで、猫股出してみたいかな、じゃあ。あれ、ケルベロスは固定なのかな？変えられそうにないですね、多分。待って待って、乗れるって言ってたよね。急ぐなら俺の背中に乗れよ。街の外なら乗せてやれるぜ。また家押しちゃった。家押しちゃうんだよ。これでこのまま進んでいけるの？スピードが速くなってる。どうなんだ？あれ、降りちゃった。あ、宝箱は降りないと拾えないんだ。なるほどね。でも B ボタンでね、B ダッシュができるんだよね。え？弱そう？強そうだけど。とりあえず倒すか。悪魔というか恐竜だよな、左のやつはどう見ても。痛いんだよな、攻撃力が。早く、あれだね、悪魔合体をしてみたいですね。ケルベロスは強いけど、その他の仲間がちょっと弱いな。力不足を感じる。ちょいちょい回復しないとダメですね。うん、さらに、先に進んで。こういう壺とか懐かしいな。え、何もないの？壺の中には。何も見つか、あ、いたいたいた。あの子いましたね。ダイアナ。こういうところに何もないんだ。遅かったじゃない。でもどうやら無事のようね。だけどペペ島、あなた、アイスランド中に指名手配されちゃったわよ。それって超やばいじゃん。あんまり目立たないことね。ふむ。指名手配ね。あ、それからここにいるのは私の仲間のダストよ。ダスト？どんな顔してるんだ？ああ、よろしくな。ペペ島、あなたお父さんを探してるんだったわよね。ダストかね。
魔界に現れた人間の話を聞いたんだって。ダスト話してあげてよ。魔界にいるの？俺が聞いた話はこうさ。最近魔界に3人の人間の子供が現れた。1人は大魔王にさらわれてやってきた。次は自分でも知らないうちに送り込まれてきた。最後の子供は大魔王に何かを頼まれてやってきたそうだ。さらわれたのは長久だ。送り込まれたというのは多分俺のことだろうな。でも大魔王に何かを頼まれてやってきたのは一体誰なんだ？長久は無事でいるんだろうか？安心しろ、ペペ島。さらわれたのが君の弟なら彼は逃げ出したそうだ。逃げた？本当に？どうやって大魔王のところから逃げ出したんだ？何でも天使が現れて彼を逃がしたらしいよ。天使が？それじゃあ長久は今どこにいるんだ？いいわ、私が町に行って調べてくるわ。それにペペ島の指名手配の様子も調べてこなきゃね。それじゃあ行ってくるわね。なんかよくしてくれるね、この子ね。どうやって長久逃げたんだ？天使ってなんだろう？ダスト、頼んだわよ。ピューって言っちゃった。ここでは何か、マグネタイトなんだ。相変わらずマグネタイトばっかり手に入るな。マグネタイトって何に使うんでしょうか？あれ、ハテナハテナハテナになってる。使い道がわからない。マグネタイトの。ダイアナに聞いたぜ。大変だったらしいな。うん。ダイアナはさ、本当に優しいやつなんだよ。だけど、どこまで行ったのかな？あいつだって結構やばいのに。ペペ島、ちょっと見てきてくれないか。何のためにダイアナが行ったんよ。ペペ島顔がバレてるからいけないんじゃないの？まあ、じゃあ行くしかないな。街の様子、あ、街なんだ。ここが街だよ。ヒーホー、メシアの角って知ってる？違った色のメシアの角で違った魔界に行けるんだほう。赤、青、緑と虹色、虹の色。白と紫、金の色。そんなにたくさんあんの？これだけあればどの魔界にも行けるんだほう。なるほどね。最初に使ったのは何色だったんだろう、あれ。このアイスランドには言霊っていうデビルがいるほう。フロストタウンのホテルで聞けば言霊がどこにいるかわかるんだほう。言霊？ここはゲートタウンだほう。街の南にはサークルゲートがあるんだほう。全然何かわからん。結構いるね、ジャックフロストがたくさんね。この街を出て東にある川を渡り北に向かうとフロストタウンがあるんだほう。ここもフロストタウンって言っても差し支えなさそうだけど。いい方、今こいつに話してたんだけど、フロストタウンに行く途中の洞窟の中に雪女が隠れてるんだほう。それってなんだ、仲間にできる感じなのかな。言霊と雪女、マグネタイト。ここはなんか邪教の館っぽい気がするんだけど、どうかな。パソコンもあるしね。いや、ビネセンターにもアクセスしなくていいや。うん、フランケン。ようこそ怪しい館へ。俺は優れた強いデビルを求め、デビルの合体を研究するドクターフランケン。デビルの合体のことならこの俺に任せておけ。かっこいいな。意外とかっこよかった、フランケン。合体って何？説明聞いときましょうか。合体とは仲間2体から1体の仲間を作ることなのだ。では実際にやってみよう。まず1体目の仲間を選ぶ。猫股でいいかな？あ、でもこれは自分の仲間じゃないな。うん。2体目。そして2体目の仲間を選ぶ。ネクベトにしよう。かっこいいな。ウォッチャー？ウォッチャーができるみたいだね。よし、合体しよう。そんな簡単にやってしまっていいの？合体。おのおのなんか気持ちの整理とかついてるんでしょうか？うん、これで悪魔合体ができるんだ。ウォッチャーができたぞ。まだなんか起こるぞ。まだなんか起こる。あれ？合体事故が起こってメッチーが生まれたぞ。あれ待って、メッチーってソウルハッカーズにいたのと同じ？あれはネメッチーだったけど。
あれ、ここから来てるの？ネレッチーって。合体事故はたまに起こるんだよ。これでできた仲間は珍しいものばかりだぞ。それから合体でできた仲間は魔法の継承ができるぞ。あ、魔法の継承できるんですか、本作。合体前の2体の仲間から最大3つの魔法が継承できるぞ。それからパートナーは特別な合体だぞ。パートナーは誰と合体しても強くはなるが、パートナーのままだぞ。あ、ケルベロスも合体はできるってこと？誰と合体しても強くなるんだ。とりあえずフェアリージャック今いる手持ちの仲間を適当に合体してみましょうか。あれ、猫股とは合体できないの？これで何ができるかな？同じじゃん、ウォッチャー。ちょっとなんか違うんだよな。猫股は、猫股と同じかな？サンドドラゴン？なんかさっきと同じ組み合わせですよね。あれ違う、2K になった。でもレベル高い。なんか 2K かっこいいな。なんかデザインがね、目新しいんですよね。これさすがにね、金子先生の絵ではないと思うんですけど、これはこれで好きだな。2K 作れるのかな？あ、作れるんだ。自分よりレベルが高くても。そこって特に制約ないのかな？大丈夫かな？待って、セーブしてないけど合体事故起きないだろうな。まだ何か起こるってやつ？合体事故が起こりました。ショックが現れた。ドッキリ。私はショック。今後ともよろしく。レベルは同じだけど、ジオンガとか使えるよ。いろんなところにワープする。ちょっと待って、こいつ何気に使える悪魔なんじゃないの？魔法の継承ができる。あ、選べるの？強くない？これ待って、このゲーム楽しいな。ザンも欲しい。でもちょっとね、待って、2K が欲しいよ、2K が。どうかな。あ、よし。私は 2K、今後ともよろしく。よかった、2K のまま作れましたね。あ、あれなんだっけ、ショックだったっけ、前回作った。スキルが同じですね。いや、スキル同じじゃないな。なんか、ジオン画とか持ってたよな。じゃあ、ザンと、アキンを継承しておきますか。ジオン画はジオン画で欲しかったなぁ。絶対合体事故の方が強い悪魔になった気がする。2K が作れました。入れる場所は、ここでいいんだよな。そこには入れられません。とりあえずこれでいいかな。フェアリージャックもいるかな？ちょっとクールと合体させてしまおうか。クールレベル5と、フェアリージャック。レベル上がるのかな？変わりないけど。スキルが増やせるってことかな、もしかして。クールが強くなってるようには思えないんだよな。その辺で新しい仲間を見つけてきて、合体していきましょうか、クールには。なんかゾーマみたいな感じなんじゃないの？合体、自分よりレベルが高い仲間と合体すれば強くなるんじゃない？指名手配の似顔絵が貼ってある。これだ。ちょっと味のある顔でした。他には、大魔王の使いが魔王ヘルに会いに来たんだほう。ヘルの奴は大魔王の命令は何でも聞いてやるくせに、俺たちの願い事は何も聞こうとはしないんだほう。俺たちはみんな仲良くしたいのに、ヘルは俺たちにひどいことを命令するんだほう。それぐらい特に何もなさそうですね、部屋の中には。で、ここは何屋さんだ？ S って書いてあるのは、ショップの S かな？いらっしゃいませ。いろんなアイテムを取り揃えている。人によ炎が焼き尽くす。攻撃系のアイテム、ミュージック4。これって何なんだろう？収集アイテムみたいな。ちょっとお高いんだよな。お金に余裕ができたら買ってみようか。マグネタイト。ん？あ、キャッシュディスペンサーみたいなのがあるんだ。ATM？ いらっしゃいませ。ドラッグストアか。ん？アタックカプセル。あ、なんか意外とそういうの売ってるね。ちょっと買っとこうかな。
だから慣れないなこれ。マジックカプセルもう2個ぐらい買っとこうかな。マジックカードカプセルとかもあるんだね。それもなんか必要になるときあるんじゃないか。だから2個ずつ買っておこうか全部。あとガードカプセルね。スモークボムは、いや戦闘から逃げる系か。まあ、ちょっと2個ぐらいこれも買っときたいかな。1個。うん、2個買っときましょう。で、ここから今出てきたんですよね。他の家も、結構家がたくさんあるな。ダイアナのいる盗賊団は、僕たちのためにヘルと戦っているんだ、ほう。敵対してるの。だから捕まったんだろうね、多分ね。あれ、そのダイアナはどこに行っちゃったんですかね。なんかいませんね、この辺には。キングライザーって知ってるかい？どうやら魔王ヘルの持つお宝の中に、キングクラスの強力なデビルを呼び出す特別な銃があるらしいんだ。キングクラスってなんだ？これなんて書いてあるんだ？ VN？何屋さん？デビダスマスター。私はデビルの研究家、デビダスマスター。今日は何の用だ？デビダスチェック、デビダスクイズ。とりあえず50体登録すれば記念に何かあげよう。はぁ、なるほどね。デビダスクイズ、私が出す5つのクイズを全て正解すればいいものをあげよう。始まっちゃった。まず第1問。マーブルランドには3つの部族が暮らしているけど、デーバ族は何色のデビル？全然わかんない。白かな。当たった。正解。では第2問。デビル2系はどんな歌を歌っている？勝利の歌でしょ。知ってるけど、それでいいの？第3問。デビルメッチーは怒ると一体どうなる？風船のように膨らむ。電気を発する。膨らむのかな？違うんだ。これ毎回クイズ変わるのかな？あ、同じ内容だよ。これはいきなり全部クリアできるかもしれない。勝利の歌。メッチーは怒ると変わらない？違うの？電気を発するの？メッチーも怒ると電気を発する。第4問。デビル数え羊は一体何番までいる？6番じゃない？オッケーオッケー。では第5問。デビル、たたりもっけは一体何を探して飛び回っている？たたりもっけってなんだ？母親かな？おー、全問正解したね。これがご褒美だ、受け取りなさい。何かな？いちごフロスト？これもあれだね。デビルサマナーに出てきた。ブフアクエス、アクエス、アクア系あるんだね。珍しい魔法が出てくるな、本作。これもペルソナ2にありましたけど、アクア系。イチゴフロストが仲間になった。ちょっと楽しいな、デビルチルドレン。こういうところにもあるんだね。ちゃんとじっくり調べた方が良さそうな気もする。で、結局ここは何屋さんなの？ここはデビルの管理をするビネセンターです。仲間？呼び出す。あ、これ、あれか。今、そこに入ってるから呼び出さないとないんだ。あ、そういうことなのね。いちごフロストも、あ、でも、ペペ島のレベルが低いので呼ぶことができない。ん？何レベルまで呼ぶことができるんだろう。それってなんか説明もらえましたっけ？ウェブネット使えないの？ペペ島はレベル4だかな。プラス5まではいけるってことかな、もしかして。キリがいいとしたらそうですよね。いや、ちょっとその辺の、で、他には、ショップでしょ？あれ、ここの S って入ったんだっけ？いや、入ってない。ショップがもう一箇所ある。こっちは何屋さんなんだ？いろいろなアイテムを取り揃えてる。あ、高え。違えしの玉高え。なるべく命を落とさないようにしていかないとですね。もしくは、リカームとか誰か覚えないかな。誰か覚えないかなっていうか、新しい魔法を覚えることはないのか、レベルが上がんないから。
で、待って、マップって、あ、セレクトボタンだ。セレクトボタンでマップが開けますね。下になんかゲートがある。あれが多分ゲートなんだと思いますけど。ゲートでは何ができるんだろう。で、ここはホテルかな？あれ、ホテルでなんちゃらって言ってたんだけどな。戦闘で呼び出されるデビルは、デビライザーにセットしている順番に出てくるから、ビネコンの並び替えコマンドを使って並び替えるといいよ。あ、なるほどね。入れ替え、並び替えか。じゃあ、2件を一番上にしておいて、ちょっとヘアリージャックは下の方に行ってもらいたいかな。あれ、なんか言霊について情報がもらえるんじゃないの？違う。フロストタウンの宿やって言ってたのか。確か、フロストタウンのホテルで情報がもらえるって言ってた気がするな。言霊っていうデビルがいる方、フロストタウンのホテルで聞けば言霊がどこにいるかわかるんだ方。じゃあ、これで一通りこの街の探索は終わりですね。そしたら、南側にまず行ってみましょうか。このゲートは別の魔界への入り口だほう。メシアの角を持ってると別の魔界に行けるんだほう。例えば、魔王ヘルが持ってる銀色のメシアの角があれば、マーブルランドに行けるんだほう。なるほどね。魔王を倒してどんどん新しい世界に行く感じですね、多分ね。ダイアナを知らないかって、さっき街から出て行ったほう。ヒーホー、僕はサンドランドに行きたいんだほう。マーブルランドの魔王が持ってる白いメシアの角があればいけるんだってほう。だけどあそこは暑くって僕らは溶けちゃうんだほう。なんで行きたいの？溶けちゃうのに。フロストタウンならこの街を出て北の洞窟を抜けたとこだほう。あそこには魔王ヘルのお城があるんだほう。フロストタウンにいるんだ。マグネタイト持ってる？マグネタイト持ってたら僕に見せてよ。たくさん持ってきたらいいものあげるから、いっぱい集めてね。あれ、10個集めたね。まだまだかな。じゃあビネセンターに行ってみなよ。君の仲間の名前を変えられるよ。なんでそんなこと知ってるのかって。それは秘密。今度は20個集めたらまた来てちょうだい。仲間を変えることができるようになった。仲間？名前を変えることができるようになったってこと？ここ何屋さんなんだ？あー、飲食店だ。魔界バーガー。これ魔界バーガー HP と MP の回復強くない？一個だけ買っとこうかな。で、チャクラシェイクだって。いや、チャクラドリンクがあればいいんじゃないかな、しばらくは。へー。で、ここから別の新しい世界に飛ぶことができるようになるんだ。じゃあ右側に向かっていきますか。東にフロストタウンがあるって言ってましたけど、その一番上が多分そうなんじゃないのかな。レベル上げもしつつ新しい仲間もできれば増やしたいんだよな。強そうな敵が出てきた。でも倒せるんじゃない？あ、強いな。一発じゃ倒せない。これでも食らえ。あまり効かない。よかった。痛い、効いてる効いてる。なんか命中率低いな。痛い。危ないんだけど。結構敵強いな。レベル上がっちゃった。こっち側敵強いですね。まあ、でも倒せない感じではないからいいんだけど。いや、クールを強化していきたいですよね。だからちょっとレベルを上げつつ新しい仲間も増やしていきたいかな。念のためセーブしとこうか。うん、相手は油断してる。こっちをあまり期待しないでね。あ、契約してくれるんだって。ネクベトが仲間になった。やったね。左のやつはいらないや。意外とあっさり仲間に入りましたね。ネクベトを使うのかわかんないけど、レベル4だからな、低いんだね。使
少なくとも、クールのレベル5より高い仲間が欲しいかな。やられちゃったよ、ニキエが。意外とあっさり仲間がいなくなっていくな。ちょっと帰ろう帰ろう。高い。右はなんだあれ。見たことないの出てきたな。とりあえず倒していきますか。左側からやりたいかな。マグナ。敵の攻撃力高いよな。全体的に。回復しながら慎重に行きましょうか。マグナよって言ってる。女性なのかな？口調的に。ペペ島のレベルは着々と上がっているんだけど。もう仲間の攻撃力が上がるんなら、全然レベルアップも無駄じゃないですね。ベータラなのこれ。ベータラなんだって。とりあえず、ベータラ仲間にしたいかな。お、いいね。マグナばっかり飛んでくる。危ない、倒さないでくれ。ニケイで行きますか？任せてちょうだい。どうかな？契約してあげようかな。着々と仲間が増えてくぞ。ちょっと回復しようか。で、これで多分ストックがいっぱいになってるんじゃないかと思うんで、熊合体で、なんかいい感じにならないかな。あ、ちなみにベータラってレベル4なのか。いいか、ベータラと、エアリージャックは、ガルム。ガルムになったけど、レベル低いな。レベル低いな、ネクベトは。ミズチだって強いね。メディア持ってるし。これはありなんじゃないか。あ、待って。セーブしてなかった。ちょっと待って。もう遅いか。見届けるしかないな。大丈夫。よかった。私はミズチ。そう簡単に合体事故怒られてたまるかっていう気持ちもあるんだけどさ。ブフとメディアが使える。ザンとディアが欲しいかな。マリンカリンはいるかな？いや、いらないんじゃない？この二つだけでいいや。できればクールも強化したいんですけどね。まあ、いや、ちょっと録画会でね、まあ、仲間を増やしたりして、まあ、クールの強化はするとして、一旦セーブをして今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。また続きは次回やっていきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。ではまた。